ボンドってありますか。はい、百足ボンド。何が百足ボンドっていうのを伝えてますか。で、一番可能性があるのは、1年間っていうのは12ヶ月あって、で二十四節気という、まあ、節が二十四節気があって、で72の項があって72個、12ヶ月24と72個を足すと100八つというのもあるんですけど、一番何が100八つやって言うて言われるとそうかなって思うのが、般若心経というお経があるんですよ。で般若心経というお経の中に元に美で真にっていうこの6つがある。元に美っていうのは、元っていうのは見る、に美って鼻ね、耳と鼻、舌は口、真はかか体で、には心で、元に美で真にというその6つがある。その人の体の中にはね、その6つの、ことが自分がその感じる感じないどちらでもない、要するに好き嫌い、うん、どちらでもないっていうその3つがあると。で、それをまあ見たこととか聞いたこととか見たことによって、それが好きであるか嫌いであるかどちらでもないという、その6つかける3ということで18になりますね。でそれが今度は、清浄なもの不浄なもの、要するに汚いものであるか綺麗なものであるかという、まあ、仏教でいうのでは蓮の花っていうのは不浄なもの、清浄なものっていう言われ方をするんですけどね、綺麗なもの、汚いもの、まあ、その2つがある。そしたら 18×2 で36ある。それが、まあ、現在と過去と未来というその産後という3つがある。でかけると100やつになる。だから自分の見たものを聞いたものとかね、そういったのが、この6つの元に美、舌心にという般若心経に出てくるその6つが、かける3かける2かける3で100やつ。白玉が出て、割れにくるっぽいやつ。だからね、その煩悩っていうのは、いろんな欲とかね、そういうのがもう自分の体の中にあって、まあ、それを払うのに、煩悩があって。仏教用語って結構いろんなんですけど、阿弥陀国のせいですね。阿弥陀国っていうのは阿弥陀さんの五行の五行のあれがこういう絵になって、こう入れてる、そこから、まあ、国を行くっていう意味合いと、それから阿弥陀さんの五福禄っていうのはもう一日に平等やと。そこから富士を引くという意味ので阿弥陀富士っていうのがあるんですね。二通り、まあ、ちょっと意味合いがあるようですけどね。人とか、まあ、物が台無しになるっていうんですけど、物が台無しになるっていうのは、仏さんっていうのは、ご本尊さんがおられて、後ろに光背があって、下に台座があって成り立っていると。その台がないっていうので台無しっていう。意味がないとか、その価値がないというようなことで台無しっていうのはね、その3つがないと、まあ威厳がないということじゃないですけど、まあ台無しがそこから、だお釈迦になるっていうのとかね、お釈迦になるっていうのは、もともと阿弥陀さんを作るつもりやったのに、お釈迦さんを作ってしもたと。お釈迦さんになるんでしょ。で、まあ、作るのを間違うて、もう一回ダメにしてしまうっていうので、お釈迦になるというのが結構語源探ると多いですね。そうですね。で、仏頂面っていうのも、その仏さんの一番上の頂上仏っていうのがある。そこから仏頂面、あんまりいい意味で仏頂面っていうのは使われるけどね。普通はまあそんなに悪い意味ではないんだけど、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。なかなかこう、遠なってきてね。そうか。酒飲むやん、やっぱ。ああ、そうやね。
歩いてくるのは遠いわ。いや、ちゃんと歩いてきましょう。はい、ありがとうございます。子供さん来たから、まだあと2回あるんですよ。今106回までついたんで、あとやっちゃってください。ついてきても別に100やつ超えても構わへんねんから。超えても構わんでしょ。構わへん構わへん。最後にお子さんがちょっといいよ。ほら今年1年縁起がいいところです。ありがとうございます。ほらついといてついといて。ちょうどあと2回、あと2回、いやもう100やつでも111でも。まあ一応カスの中にあの子たちが入れば2回、はい、そしたらちょうど108になるから。ちょっとケンちゃん、ケンちゃんどこ行った？登れへんやろ。去年自転車で行こうとしたんですよ。まあ、ほとんど歩いてましたけど。もう無理無理。てんちゃんとちょうど107、106やから、108とちょうど10夜の鐘の音が10夜の音が10夜の音が よかったな、天気108歳。ありがとうございます。